はい、どうも、こんにちは。沖縄ババディさん見たんですね。見たタチーバーですよ、チーバー。半分ぐらい食べてますね。はい、朝は、ね、あの、抗生剤をね、えー、まあ、明日までなんで、抗生剤ね、えー、を食べさせるのに、チュールに混ぜてあげて、で、これが、ああと、シーバーですね、一袋ですね。あららららら。 ねいいですね。はい、いいですね、みたね。はーい。ねはい、みなさん、こんにちは。はい、えーとですね、えー、コオロギの件でございます、コオロギ。なんと、コオロギちゃんなんですけど、はい、えー、あー、やっぱりかって感じです。はい、何かっていうとね、コオロギが、 なんと、電の通通ですね。電の通通とね、パのソナソナにまた関わってました。はい、えー、いくらでもお金を流すつもりですね。あのー、パのソナソナとかね、電の通通には。もうね、もう相変わらずなね、えー、パターンなんで、もう、もうね、 えー、もう、がっくり来てます。はい。まあね、あのー、例のね、えー、ペイゾーちゃんですね、ペイゾーちゃん。はい。えー、ケケ中のペイ,ペイゾーちゃんですね。ケケ中のペイゾーちゃんはね、あのー、あれですからね、あのー、シュワットブーンのね、え、弟子ですから、はい。やっぱりそうか、っていう感じですよね。はい。えー、ここに来てね、えー、このロギロギを、 えー、まあね、えー、こうのロギロギをね、食べたくないっていうね、人たちが増えてきてるのは嬉しいんですけど、またね、あのー、例のね、おでんの具の時のようなね、えー、そういった感じがまたなんかしてきてます。はい。まあね、本当にアレルギーの人は無理ですからね、あれね。はい。アレルギーは無理なんですよ。しかもね、あれあの、ボツリヌス菌がいるんで、 えー、ちょっと本当にやめてもらいたいですね。下手したら食中毒ですよ。はい。食中毒でボツリのスキンって結構ね、えー、まあ、血の死率がね、血の死率が非常に高いんですね。えー、本当にやめてほしいです。はい。またやっぱりかってことでね、あのー、<laughs> やっぱりかっていうことで、えー、ケケ中のね、 ペーゾーちゃんですね。けけ中のペーゾーちゃんが関わってたということでございます。はい。そしてね、デのツーツーも相変わらずですということですね。少しはね、あの、なんて言うのかな、あの、五輪の時のね、えダメージを食らってるかなと思ったんですけど、ね、大、え、体、ー、の方をされましたからね、五輪のね、あの、不正で。はい。 大体の方をされたんですけど、どうやらダメージくらってないみたいですね。はい。もう本当にやめてほしいです。はい。えー、まあそんなこんなでね、ここで文句言っててもしょうがないのかもしれませんけど、でもね、とりあえず、国民のね、皆さんがね、えー、みんなね、こんなコオロギなんて嫌だよって言えばね、えー、やめられますから。はい。コオロギは。はい。まああれ本当にね、あの、ボツリのスキンやばいですからね。あのー、 多分ね、食品衛生管理資格とか持ってる人だったら誰でもわかると思います。はい。えー、まあね、えー、絶対、あの、取らないといけないんですよね。あの、調理とか、何ていうのかな、そういう販売する業者さんね、えー、喫茶店とかね、調理とかしする、しな、する方はね、絶対取ってる資格なんですけど、ボツリヌスキンですからね。はい。まあ、とんでもないです。 はい。えー、こちらの方もね、記事貼っときます。はい。えー、ペイゾウちゃんです。はい。ケケナカのペイゾーちゃんがまた関わってましたということでね。あと、デンの通ーも相変わらず関わってますよということで。はい。それではね、もう甘い、ちょっとしょうがないですね、この子はね。またごきげんよう。沖縄おばばでした。はい。ね。ね。食べてますね。 على هلا